吉野さんおはようございます。えー、はがきが来ました。参院選に行ってくれということですよね。はい。まあ行きましょう。で、お金を払えというね、<laughs> 赤い通知でございます。払いましょう。で、もうすぐね、夏祭りがあるんですよ。町内会。やっぱ運営しましょう。町内会名簿も来てますし、それから、風疹の予防。 このようにですね、私は日本人の人口の一人として数えられてるようですからいろいろとねあ,のあれをやれこれをやれこれを払えてくるんですよありがたいことだなと思いますねまあねあの私っていうのは日本人の人口の一人に数えられていいのかどうかっていうねそんなところからやってきましたんで <laughs> あの今ではですね多くの方に気にかけていただいてとありがたいなと思います最近寂しいのはセールスのメッセージが私のところに来ないんですよ うん、Facebook で友達承認したらあの不労所得で儲かる方法がありますよ詳しくは LINE アット登録へみたいなの来なくなっちゃったんであブームは去ったのかなそれともあこいつはだめだと思って誰も私にメッセージを、ね、送らないようなブラックリストも流れたのかなと思っちゃいますけども、まあ、あの送っていただいたら私はね、えー、何かしらのアクションを起こしますけども、うん、送ってくれなくてもいいのかなと思っちゃいますよね。まあ、だけどねそれもねやっぱ徹底なんですよ あのー、なんかね SNS を通じて不特定多数の方にメッセージを送り続けるみたいなのもやり続ければ有名になりますからね、うん、ある意味なんかねちょっと前なんですけどもフェイスブックに「いつもいいねコメントありがとうございます」みたいな、あのー、コメントを書いてなんかねその億万長者みたいな格好をしてなんか川島さん川本さんそんな名前の方ですよね川本なんとかっていう人がむちゃくちゃこう、えー、あちこちに書き込むわけですよで有名になったわけですよね なんかコメント荒らし、なんかなんとかみたいなんで有名になったんだけども、その方はリストを7万件から8万件持っていて、世界飛び回ってるのどうかかんないけども、アフィリエーターランキングでは常に、ね、トップ5が入ってたわけですよ。私もアフィリエーターランキングのいつもトップ10に入ってましたんで、あ川本さんまたいるなみたいな感じでね、これすごい人だなと思ったんですよ。まあ、あのね、よく知らない人にとってみたらめんどくさい人だなとか、こんなセールスうまくいくのかよみたいな感じだと思いますけども、あれほど突き抜けた、 アフィリエいーーいなかったと思いますよ、うん、やっぱりあの巨万の富は気づいたと思いますし今でもねメルマが届くんですよまあ内容は読んだことないですけどもだからねなんかねそこそこしかやらずに撤退してこの方法は売れないみたいなことを多くの方が妨げちゃうんですけどもどんなものでもね突き詰めるとやるとこまでやると一つの結果出ると思うんですよ。まあそういううういい意味ではあ何では何もないようななよこととがお金になるのかと思うというね ああいうなんか誰の歌か分かりませんけどもそういうのもうなずけるかなと思います、えー、結局ね「凡事て」って「凡事て」って言いますけども誰もができることを誰もがやめるところで多くの方はやめているから「凡事て」ッテは未完成のままなんだと思うんですよね。繰、うんまあ、繰り返し繰り返返ししになってもも恐縮ですけども サイトをね無料サイトを1万サイト作る人ってどのぐらいいるかなっていうところとメールマガジンの読者さんを2万人集めれる人ってどのぐらいいるかなっていうこととね SNS での発信を1万記事以上やる人ってどのぐらいいるかなっていうのとあとね Facebook ライブも3000回とか4000回のレベルでやってる人どのぐらいいるかなと YouTube の動画アップロード本数1万本以上やる人どのぐらいいるかなとだからこのどのぐらいこの数こなせるかなっていう領域に来た人がプロですよ。 それにに行かない人っててののは一緒くたにしてただの経験者ですよね単なるそれをやったことがある人。でその単なる経験者の中であれは儲かるこれは儲かるっていうふうにね、えー、あれこれと持論を展開しますけどもまあそのある一定の数に達した人から見るとうんまだ見えてないなっていうところしか見えないかなと思います。はいえー、今日のね動画のまとめなんですけども。 うんまあ、自分の人生でこれはやったぞみたいなねやりきったものを一つ設けていきましょうってことです多分その一つでやっていけますも金銭的にも時間的にも不自由なくなると思います本当の自由を勝ち取ることができますで自分はこれを突き詰めるまでやったんだけどもでも言われるようにお金的にも時間的にも充実してないよってことでしたらそれは突き詰めてないってことなんですよ自分でやったつもりなんだけども客観的にはやったレベルに入らないってことなんではないかなと思います 本日は以上ですねではまたお会いしましょう